プリシア・ナスティオンさんはインドネシアの人気タレントです。岡山城の迫力などを楽しみながらカメラの奥の視聴者に魅力を伝えていました。ピーチマークはムスリムが宗教上食べられない豚肉などを取り除いたメニューを提供できる飲食店が持つ岡山県独自の印です。岡山nyaman sekali buat didatangi turis muslim karena banyak pilihan makanan yang sebenarnya aman untuk orang muslim. さあ今日は戦う女性特集3本進みました。どうぞ。インドネシア発、世界が絶賛した話題作から、全てを奪われるならと戦うことを選んだマルリナは男の首を取る。正当防衛を証明するため警察へ向かう。おい、マリーナトンボ。戦う女性の特集なんだけれども、マルリナの明日。みんながそう結構こう、うわーって言いながら見てた、ずっと冷静に見てたの毎回。はい、はい、はい、はい。そう、深夜営業のスーパーにヘルメットをかぶった泥棒が入っていく。店主は寝ている。すごいな品数。そっと手を伸ばし金を奪った。まだ起きないので今度はレジを狙う。店主が目を覚ました。治安が悪いのか店主は刀を用意していた。泥棒絶対許してはいけない。インドネシアバリ島の動物園にはあるスゴ技を持つ動物が。それをオランウータンのジャッキー君。おやつをもらったジャッキー君。何、おやつくれるの？すると自分のバナナを手に取り、じゃあこれあげる。なんと律儀にお返し。そう、おやつをくれたお礼に自分の大切なバナナをくれるんです。オーナーは今どこに？インドネシアに旅行中です。閉じ込められてから3時間半。あなた19、私19の時もインドネシアに渡ってました。それも、もう結婚してらっしゃったんですか？あれ19の時に結婚しました。インドネシアに渡ってました。もっと大人でした。全然大人でした。あんたダメね、立ってごらんなさい。守屋からの問題。仙台から通っていた頃、仕事終わりに東京駅で初めて食べたご飯は何？バリご飯。何それ、バリご飯って？仕事終わり東京駅で答えられないと思ってた。初めて食べたご飯。そもそもこのバリご飯って何？なんかさ、なんかバリ風ご飯。ご飯の上にいろんな具が乗ってて、本当はなんか手で食べる。なんとかライス的な。まあ意外と特殊なご飯だから覚えてたのかな。